日向坂46の佐々木美玲、塚畑ひな、富田鈴香がパーソナリティを務める東京 FM のラジオ番組、ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、毎週金曜11時30分から11時55分。この番組は、ランチ前に、ほっとするような、癒しの時間をお届けすることを目指していますが、さまに、脱線してしまう番組です。12月1日、金曜日の放送は、パーソナリティの佐々木美玲が、12月9日、土曜日開催のライブツアー、ハッピートレーンツアー2023、ゼラストステージを迎える牛尾紗理奈さんへの思いを語りました。バル、美玲、今年8月から行われてきた、ハッピートレーンツアー2023、ですが、12月9日、土曜日、10日、日曜日、の神奈川県、K アリーナ横浜でラストとなります。わあ、ついにですね、8月からいろんな場所でライブをして、いろんなお日様、日向坂46ファンの愛称が来てくださったツアーなので、最高のパフォーマンスをラストにお届けできるように、みんなで頑張っていけたらいいなと思います。そして9日は、うちの相方、牛尾紗理奈さん、以下、ナッチョの卒業セレモニーもあります。もうドキドキですよ。でもまあ、笑顔で送り出したい、なんて言いつつ、当日に大号泣しちゃったらどうしよう、笑。私的には、踊りながら、ナッチョの推しメンタオルを持って、涙をいつでも拭けるようにしておきたいなって思っているんですけど。どうしましょう、衣装で拭いていいんですかね、笑。せめて、ハンカチを持たせてほしい。でも、もしかしたら意外に笑顔で終えるかもしれない。私って本当に自分でも本番を迎えるまでわからないから笑。ナッチョとの一番の思い出は、それこそいつも新芽のポジションになることが多かったんですよ。新芽っていうのは、ダンスパフォーマンスの際に左右対称のポジションにいるこのことを言うんですけど、私とナッチョは特に初期の楽曲で新芽になることが多くて、それで仲良くなったのもあるし、初期にやらせてもらったドラマ、リ・マインド、テレビ東京系、でも、ずっと隣で演じてきたので、ずっと一緒にいるメンバーというわけじゃないけど、一緒にいなくてもわかっているよ、というタイプのお友達です。そんな、ナッチョの卒業セレモニーをみんなと素敵なものにできたらいいなって思います。ライブも頑張りますので、ぜひ皆さん来てください。当日に来られる方は一緒に楽しみましょう。ナッチョとの一番の思い出は、それこそ、いつも新芽のポジションになることが多かったんですよ。新芽っていうのは、ダンスパフォーマンスの際に左右対称のポジションにいるこのことを言うんですけど、私とナッチョは、特に初期の楽曲で新芽になることが多くて、それで仲良くなったのもあるし、初期にやらせてもらったドラマ、リ・マインド、テレビ東京系、でも、ずっと隣で演じてきたので、ずっと一緒にいるメンバーというわけじゃないけど、一緒にいなくてもわかっているよ、というタイプのお友達です。そんな、ナッチョの卒業セレモニーをみんなと素敵なものにできたらいいなって思います。ライブも頑張りますので、ぜひ皆さん来てください。当日に来られる方は一緒に楽しみましょう。